今回紹介するのは、ジョーさんのねとメシシンレシピという本です。簡単で美味しい。去年から一人暮らしを始めた長男にも買ってあげました。美味しいやつばっかりって喜んでいますよ。人参なんかどうやって食べたらいいかもわからなかった彼が人参ステーキを知って全世ウサギがってぐらい人参買ってます。アスタリスク。 アスタリスク、お料理をやってこなかった人にもおすすめ。もちろん、毎日、ご飯を作る主婦にも。今日は、作りたくない、と思った時でも、とりあえず開くと、簡単レシピ盛りだくさんです。ジョーさん、ありがたや、一つ一つ作ってみたい、美味しそうな写真がたくさん並んでいて。 パラパラとページをめくっているだけで楽しい本です。しかもレシピはどれもお手軽。一つ一つ作ってみるのが楽しみです。早い美味しい簡単見栄えよし、いろいろネットでレシピを見て時短料理を作っていましたが、ジョーさんのねと飯が一番楽で美味しいです。 材料もスーパーやコンビニで手に入れやすいし、時間もかからないし、最高。もうちょいレシピの数が多かったり、材料別の目次があるとベターだと思います。次回作にも期待。以上。興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、チャンネル登録をお願いいたします。